さあ、3つ目の町、おそらくここに佐護城が。旅のお方、気をつけなされ。エボンの町では老人に、腰痛が流行っておる。それは流行ってるんじゃなくて年なだけじゃないのか。病気流行るし、最近すりが多いんよ。治せんのか、アイテム。これ噛んだよ今。ダメみたいな。減ってるわけじゃない。どんぶり。どんぶりでもない。主体層。治ったどんどんドラッグになっていく。てか、なんで主体層っていつ手に入れたの。助かりました、老師様。これをお持ちください。アンマンじゃな。クソアイテムもらった。わあ、消滅してる。荷物置き場で変な奴らがたむろしてたであるよ。多すぎやろ。腰痛に効く主体層が竹林に生えてる。二人暮らしのユンのところのおばあちゃんまで。ばあさんが病気になっていたユンも、このユンか、ユンピョウだな。今主体層使っちゃったけど、ロードした方がいいんじゃない。画面端、初見なんでさ、誰が誰なのか全く分かんないんだよね。この子だけちょっとアイコン違う感するんだけどね、キャラドットが。もう一回取りに行かなきゃいけないのか。結構トラ行くんで、これロードした方がマシだと思うんだけど。もしかしてただの雑草じゃ違うか。ほうほう、死体草じゃ。そういうことか。白爪です。あ、なるほどね。し、理解した。老師理解した。トラ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 。常識。あ、まひらんかった。こいつは遠距離攻撃ないんだ。あるわ。あ、老師水蒸気見てみるか。すごいぴょんぴょんする強い。オイルの部分に、いや、お、したい掃除。こんなら1回目で集めとくべきだったね。そんなレアアイテムでもなさそうだね。ほう、バンバンジー使ってみようか。ロシー、すっげえかわすね。ロシー見てみるか。やばい、さすがに後ろは痛い。バンバンジーどういう攻撃か、これがわからない。これも強いな。やっぱため技は強いな。ペンペングサ、ペンペングサ一つね、残らないってよく言われる。あれ消滅した一回だけか。現状単純なね、火力だけなら老師より弟子の方が強いんだけど、老師は明らかに敵の攻撃をかわし続けるね。多分正面からだとほぼ全てかわすんじゃね。メイン立てやな、これ。ホイコーロー長いな。
意味がわからない。今何が起きたんだ。あと手に入れた草のアイテム消滅してるね。ってことは残り主体差4つ。取り漏らし、取り漏らし、取り漏らしも特になしか。どうしたクソ強いな。普通に正面から殴ってみる。ほらで全パラメーター落とすし、ちょっと何回攻撃するか気がするのこれ。2パスパス、どうしよう。獅子レベル上がった。ボイス入ってんだけど、あ、技覚えたよ。さあということであと4つ。1人2人3人4人5人いるね。間違ったやつ見つかっちゃったらストーリー進まなくなっちゃうかもしれないんで、でここでセーブを一回入れて、ユンどこいるんだ、この人に。あと流行り病が腰痛ってなんやねんっていう、これかな、この人かな。関係ないか。ほう、中華鍋じゃな、日用品ですだろうな。荷物置き場がどっかにあるのかな。これか、もしか全員か。あれ治ってなくない。ほらってことはあと3。全員直せばストーリーが進むのか。ナマズヒゲじゃんの。肉まんじゃの。さあどうだ。来た来た。ごめんなさい、助かりました。今のは孫なんですけども、両親もなく私が一人で育てたせいか、この子を治す分がないんだよ。中華鍋、日用品です。ナマズヒゲ、頭にそうです。頭、中華鍋も頭なんだ。ナマズヒゲは防御力が1上がるだけ。まあいいや、最後の人行ってみますか。ドゥジー、早く出せよ。は、はい。け、死刑手上がる。もっと金持ちから取ってこい。あ、スリがどうだろうって言ってたやつ。早く行け。やだ。これは下野くんらしいですね。善逸ですね。今までお前たちが怖かったから言いなりになってきたけど、もうごめんだ。いくらおばあちゃんが働けないからっておじいさんからも金を盗むなんて。謝るなら今のうちだぞ。あ、謝るもんか。僕は一生負け犬なんだ。それがお前みたいな弱いやつの人生なんだよ。さあ行ってこい。やだ。てめえ、しょうがないの。そうですの。あれ、失礼する。あ、失礼するってそっちか。さよならって意味の失礼じゃねえんだ。
老子頭にパンツかぶってない。ああ、髪の毛が交代してんのか。びっくりした。変態かと思ってしまいました。じじい、いつの間に。なんだじじい。お主、その少年よりも強いのか。当たり前だ。弱いのはお主たちの方じゃ。暴挙を言うな。この孫子王様がこの地味より弱いわけなかろうが。肉体はな。だが強さとは肉体だけを指すのではない。この少年の方がお主たちよりも強いとわしは思うぞ。どこがだ。まだわからんのか。心じゃよ。これはなんだ、ザコも倒さなきゃいけないパーティーか。弱い。置くスタイル、置いておくスタイル。置いておいていいか。縛り数客。よし、早っ。来た。体当たり。痛いの。間違えた。側面取りにくいな。まあそんなんしなくても連打で。デカ版だって。脱がしたのか。お、思い出した。このじじい、新参剣老師だ。なに。失礼しました。お前らも手伝えよ。まあ実際はこっちも先来れそうだからね。あのこいつらいない可能性があるのがここ一番に来たら。立派じゃったぞ。あなたのお金を盗んだ僕を立派だなんて。あ、お金お返しします。ありがとう。その心の強さ忘れずに。よかろう。あれ、よくない。おばあちゃん、おばあちゃん。 RTA するならここあれだね、 NPC の動きの機動力が試されるな。あれ、ばあちゃん、こいつか。孫がいなくなってしまって心配で心配での。孫どこ行ったんだ。自宅帰って、あ、いたわ。お願いです、老子様、僕を弟子にしてください。ダメじゃダメじゃダメじゃ。諦めませんよ。これあれじゃない、あの三国志の三個の例、3回弟子入り会いに来るみたいな、そういうストーリーが、物語があって、それを参考にしてるんじゃない。お願いです、よし。ほら、わしの負けじゃ。ダメじゃダメじゃダメじゃ。まだダメがある。ほら、家に行くんじゃねえよ。お願いです、弟子にしてください。ダメじゃダメじゃダメじゃ。動きませんよ。相変わらずこのゲームははいかイエスしかない選択肢が多いな。わしの負けじゃ。王子様、お主は明らかに勝ち目のないやつに勇気を振り絞った。そんなお主ならばわしのところに来なくても強くなれると思う。強さとは男であろうが女であろうが、体が小さかろうが大きかろうが、そんなことは大した問題ではない。強くあろうとする精神、それこそが強さなのじゃ。はい、名前を聞いてなかったの。僕はユンピョウと申します。よろしくお願いします、老子様。アジョン。さて、これで弟子も3人じゃ、ね、わしの道場で稽古をつけてやろう。で、装備をチェック。鉄拳中華鍋を体に装備すんの。12、15、10、25、クソザコナメクジだな。どこを隠しているんですかね。
力と速さがなかなか、力と体力がなかなか、知力がそれなり、他すべてクソ雑魚。サモハッカの速さと知力やべえな。僕は おにぎりが食べたいんだなって言ってそう。レイ空母、上田レナさんです。上田レナさん、誰で有名だろうね。サモハッカは水島優さんね、ユンジョウは下野君だね。ちょっとチェックしてみようか、雪開いてるから。水島優さん、これもかなりのね古い人だね。あの1976年からやってるわね。あんまりでも俺知らないな、割と主人公も。セイントセイヤのミスティか。わかんないね。2000年、六神合体ゴッドマーズのタケルだ、ね、エスパロボで聞いたことある人も結構いるんじゃないですかね。いやー、ファイナルゴッドマーズ。まあ、下野くんは言わなくてもわかると思うんで、上田レイナ、あ、レナじゃなくてレイナだ、2012年から若い、赤いかどうかは謎だけど、結構ね、俺この声優さんはところどころ聞くんだけど、逆に代表作がないのだな。何でも器用にこなす人なんで、2000年ぐらいまで行こうかな。今期だと異世界薬局のエレオノール、エレン先生か。ふむふむ、まあ自分で見切ってください。割とね、主役級もやってるし、いろんな作品に出てるんだけどね、なんていうかね、脇役の声もうまいのよね。あ、ネトジューのすすめのリリーさんだ。お、爆音の、お、爆音でそうか、聞いたわ。爆音のキャラ全員がちょっと頭いっぽわ。それ以上いけない。気になる人は自分で見切ってみましょう。じゃあ修行いくぞ。ここがわしの道場じゃ。うわ、きったねーね。ここが僕が稽古を積む場所。そんなことよりお腹が減ったっち。お腹が減っては戦はできんち。飯飯。残念じゃが早速修行じゃ。しえね、山道を登ってきて休む間もなくですか、ね、変な気事言うんじゃねえよてめえら。早速おっぱじみようぜ。まずはお主らの今の力を見極めせてもらおう。あたいから行くぜ。レイカ、遠慮せずに来るがよい。言われなくてもそのつもりよ。しゃしゃ、ここだ。しま、あ、違う、シマリス客アチョー。当たんねえよ。そんな未熟な攻撃なんぞ当たるわけないわい。お、当たった。当てんじゃねえよ。今のは痛かったぞ。当たんね。正面から殴り合って楽勝ですね。これまでじゃ。くそ。さあ次はどっちじゃ。お腹いくっち。腹が減らないうちに行くぞ。終わったらたらふく食わせてやるぞ。たらふくの飯。サモハンキッポヒカリス客。
お不思議のダンジョン。まあ、そんなことしなくてもいいんだけどね。そんなめんどくさいこと。百里堂一歩客。チンジャオロースだ。さすがに背後は。なんでお前のレベルが落ちんだよ。これ百戦百勝逆じゃねえ、元ネタ。ラーメンマンだね。麻痺らしてね、両腕を破壊して。この老子容赦ない。パラメーターがどんどん落ちる。ここまでやって、山猿ゲン。もう無理だよ。そして関節技。ストレイズを容赦せん。フシュルルル。まあこんなもんじゃろ。ユンどうする？怖いならやめておくか。いきます。わしを殺すつもりでかかってくるのじゃ。うわー、ユンジョ。シマリスキャック。どうこの前。この老子容赦せん。ゲボア。ほう、思ったよりやりよるわい。これは楽しみになってきたわい。ドエス老子。ほっほっほ、こんなにも早く3人も見つかるとはの。こんなに疲れたのは久しぶりじゃな。心地よい疲れちゃ。お、さ、サーモ、どうしたんじゃサーモ。め、飯まだっちか。腹が減ったっち。お主まだ食欲があるのか。あんだけボコボコにしてやったのに。さて、まずは基本となる体力をつけるのじゃぞ。ここは、空気が薄いからの。ここで自由に動けるようになれば体力がつくはずじゃ。いわゆる鉱山トレーニングですね。今日の試合は全部で4戦。誰から行くか。なんかね、ラストにね、誰を、後継者にするか選ぶんで、そいつだけひたすら鍛えればいいのかな。これがわからない。まあここでちょっとセーブを分岐させておこうか。